私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボッサンビオリサンセボンサンセボンエクステリアはエクスト。11月11日日曜日、サンセブンさんのエグズ秋祭り楽しかったですね。ええ天気でモノバレやったな。秋晴れです。この日はマザーやふわふわ食べ物のお店などたくさんの催しがありましたよね。よし、取れた。いっぱいあるとこ狙ってます。ナリンバの演奏もすごかったな。ナリンバです。安野さんめっちゃ怒られますよ。うわった、めちゃめちゃ早引きでわし目回りそうやったわ。おわらじも飛び入りしてサンセブンさんのテーマソング歌ってましたね。ゴブラしてらったな。ボラボです。さて、午後2時からはお待ちかねのアミンチショー。司会はコアラジーと BBC の小西あゆかさん。この日は早々に安野さんも出ていましたね。そうそう、なぜならばコアラジーと爆笑ステージせなあかんかったからな。で、爆笑だったんですか？爆笑、それはハクション。どんな感じだったか見てみましょう。アクショントークです。イエーイ。安野さんが10年経って18週になったらどうなるか。18週目の安野さんを呼んでみようね。安野さん、あー、もうちょっと大きい声呼んでくれようか。安野さん、記念撮影を撮りたいって言ってきてくれてる声がたくさん来てるよ。ちょっと待ってくれへんのか。タックル、点滴が空になってる。耐えてや。何？点滴を持って200一周してんの？あ、ちょっと待って、お薬の時間やろ。お昼は11個飲まなあかんねん。ご飯より多いんじゃないか。オブラートもちょうだい。ところどころわしから出るアルファはね、みんなを癒したトークやったな。それ爆笑してないってことですよね。それはノーご飯と。え、ちゃうわ、米炊いてしまった。ご飯ちゃう、ノーコメント。ちょっと複雑でした。先行きます。続いては赤白旗揚げバトル。意外と大人の人も楽しんでる。下げて、はい、白上げて、はい、白下げて、はい、白目向いて下上げて、はい、白上げて、はい、後ろ前、反対だ。白下げて、すごいなー。見えてるか。お次は変なクイズ。このクイズに正解すると、なんと安野さん激レアミニトートバッグがもらえるので、みんな気合い十分。それでは変なクイズ第1問です。安野さんが過酷な琵琶湖一周を歩き切るために密かにやっているトレーニングは。それ言っちゃおう、それ言っちゃおう、はいはい、A お昼寝、 B 味方寝、 C 二度寝。答えがなかった人手を挙げて。せーの、うたたね。はい、正解。おめでとう。プレゼント、うたたね。気持ちいいのよ。気持ちいいよね。超絶難しい問題です。あ、今度は
安野さんは、うん、なんでそんなにイケメンなのでしょうか。あ、イケメンだと言ってたら、はい、はい、もうイケメンであるということは、うん、せーの、えい、心がイケメンだから。正解。正解。いやー、やったー、すごい、かわいかったね。さあ、ラストの問題です。ラストの問題、この前に、ね、いやー、すごいクイズでした。そしてここでスペシャルゲスト、歌うドーツ部園のフェイフェイくん、ベリーグーバッチグーと新曲を披露してくれましたよ。フェイフェイくんのお弁当用のささかってくんの大変やったわ。おっさんが調達してたのはみんな仲良し、笑顔キラキラ。ありがとうフェイフェイさん。はい、ありがとうございました。そして最後に安藤さんとガチ勝負、あっち向いてホイ。いやー、はい、ねえ、うわー、お兄ちゃん頑張ってね。最後はみんなと記念撮影をしましたよ。ありがとう、優しいなお姉ちゃん、ありがとう。 OK、 ありがとうございます。お手紙書いてきてくれてるみたいですね。嬉しい。バサッ、じゃじゃーん、うまい。ちょっと待って、フェイフェイがおって、コアラジーがおって、プリンがおって、おっさんがおって、タックルおるやんか。タックルもっと顔大きくて。この人ありがとう。2枚ついております。あら、安野さんとこれはわらじもちゃんと書いてくれてますね。じゃあいつも見てるよって、これ自分で書いた字も上手。 ありがとうな。なんか持ってきてくれた、何これ。じゃじゃーん。あら、めっちゃスマートに書いてくれてる。すごい。さらに裏側もじゃじゃーん。すごいカラフルやん、これ。お嬢ちゃん、これお嬢ちゃん書いてくれた、書いてくれた。いや、みんなママとな、あと楽しいのもいっぱいあるやんか。すごいにぎやかですね。ありがとね。いくつ秋祭り楽しかったね。サンセブン、サンセブン、琵琶湖大橋、キカシカワロン、おっさん日和でした。知ったかぶりかいつぶりニュースをご覧の皆さん、学校のフィールドワークで番組制作を見学に来ました、森山高校の K です。個人情報守らんとあかんさかい、 K さんやな。はい、わしの場合は個人情報って、誰がおじんやね、おっさんやで。私何にも言ってませんよ。わしのどれ耳かいな。それを言うなら空耳です。わあ、そう。そんなことより、あ、そんなこと、滋賀のお年寄りを狙った特殊詐欺が多発しているそうですね。そうやね、どれぐらい多発か言うと、今年の被害は滋賀だけで2億4000万円超えてらるんよ。え、2億4000万円あら、驚きで固まってしまった。おーい、戻ってきなって。はっ、おかえり。これ以上被害が拡大しないように、先日放送された特殊詐欺撃退テレビ漫画を再放送いたします。どうぞ。滋賀県内で多発している特殊詐欺、あなたの町で様々な手口の被害が発生中。私たちはこうして騙される。ここまでやるか、特殊詐欺。今あなたが被害に遭わないために、緊急レポート、特殊詐欺撃退テレビ漫画。例えばこんな手口、オレオレ詐欺編。あ、コアラジー、僕だよ。え、誰？え、アクロ君？どうしたの？実は電車にカバン忘れちゃってさ、鉄道会社から電話あるかもしれないから話聞いといてくれない？うん、まあ分かったよ。はいはい。もしもし、鉄道会社です。忘れ物のカバンをこちらで預かっています。また取りに来るようにお伝えください。はいはい。ダックル君もうっかりだよね。ん？あ、また電話だ。ごめん、実はさっきなくしたカバンに会社の小切手が入ってて、今日が支払いの締め切りだったんだよ。
今日中にお金を払わないと大変なことになるんだ。大変じゃん、どうすんの？会社の人がお金を取りに来るから、ひとまず立て替えておいてくれない？じゃないと僕クビになっちゃうよ。そりゃ大変だね。わかったよ。すみません、会社のものですが、お金を預かりに来ました。はいはいはい、よろしくお願いします。ちょっと待った、これ全部偽物ですよ。本物のタックルくんじゃん。実はこれ詐欺の手口の一つです。電話の僕も鉄道会社の人も会社の人も全部偽物。数人がかりで巧みに演技して怪しまれないようにしているんです。最近は振り込ませるだけじゃなく、お金を直接受け取りに来たり、宅配便で送らせたりする、こうした手口が増えているんだ。あの手この手でお金を渡させようとしているんだよね。じゃあどうしたらいいの？うん、こんな方法でオレオレ詐欺からガード。その1、家族との絆でガード。家族と話し合って電話でお金の受け渡しはしないって決めておくといいよね。事前に家族しか知らない合言葉を決めておくとかね。いつもと違う番号からの電話や電話番号が変わったなんて連絡には特に気をつけて、一旦電話を切って元の番号にかけ返してみてね。なるほど。その2、留守番電話で録音。詐欺の犯人が嫌がること、それは自分の声を録音されることなんだ。そこで怪しい電話番号からかかってきたら、一度留守番電話で受けるのも効果的だよ。さらに電話の声を録音する振り込め詐欺撃退装置なんていうのもあるよ。警察で貸し出しを行っている地域もあるから、気になる人は最寄りの警察署に問い合わせてみてね。うん、いつあなたの元に不審な電話やハガキが届くかわからない、自分も周りの人も被害に遭わない、遭わせない、滋賀のお年寄りをこれ以上泣かせたくないよね。みんなでガードしようね。じー、どないやった？こんな巧妙な手口なら私も騙されそうです。被害に遭わないよう一人一人が気をつけないといけないみたいですね。私も家族で合言葉を決めようと思います。ええこっちゃな。今日のエンディングはこちら。幼い日の帰り道はいつも父の背中、琵琶湖バレーも。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。